松原かのん先輩が当たってもそれだけでもいいんですよ。ハリーク、このままでいいのかな。絶対違う。誰だろう。奥沢美咲ちゃん、プリーズ。はぐみちゃんと言ったらやっぱりハローハッピー、そしてイブちゃんと言ったらやっぱり親友と言ったら奥沢美咲ちゃん、さよさんと言ったらやっぱりあの奥沢美咲ちゃん、儚い先輩と言ったらやっぱり奥沢美咲ちゃん、レンカ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 ちゃん。どうも皆さん、ましです。というわけでマッシュがお送りします、バンドリードリフェス。さあ、というわけでドリフェスがやってまいりました。2020新春ドリームフェスティバルガチャ。さあ、というわけでメンバーを見ていきましょう。まずはドリフェス限定キャラ、白金凛子ちゃん、楽しさ重なる調べ。はい、タイプハッピータイプということなので、ハッピーロゼギアがかなり強化されます。ぜひゲットしたいメンバーでございます。続いてドリフェス限定メンバー、市ヶ谷ありさちゃんの緊急強化合宿。このイラストがかわいいね。これ本当にね、本当にぜひゲットしたい。はい、タイプはハッピータイプでございますから、ハッピーパーティーを作るときにはもうね、やっぱりちょっと欠かせないメンバーになってきますね。そして最後のドリフェス限定メンバー、奥沢美咲ちゃんのもう一人のあたし。マジで素晴らしいイラストですね。美咲ちゃんとミッシェルがこう二人で並んで撮られてる。これはもう、イラストも素晴らしいしね、もうスキルも素晴らしい。絶対ゲットしたい。今回のドリフェスで一番ゲットしたいのはこの奥沢美咲ちゃんでございます。そして期間限定メンバーでございます、星4の御嶽蘭ちゃんの柔らかな風。はい、タイプピュアなんでね、あ、どうしてもドリフェス限定の蘭ちゃんがいるので、まあ、最悪ゲットできなくてもまあなんとかなるかなと思っているメンバーです。できればゲットしたい。続いて星4の宇田川子ちゃん、お姉ちゃんのために心がいる。さあ、ということでね、こちらもピュアタイプで、しかもスコアがね 110% アップということで、今回からまたライフ判定になりましたね。ちょっと使いやすくなってくるんじゃないかなというところでね、現在アコちゃんコンプ中でございますので、ぜひまたゲットしたいですね。そして最後は星さんの松原かのん先輩、夢の果実かわいい。はい、ということで、今回かのん先輩、星さん登場しております。今回もがっつり引くので、まあおそらくゲットできると思いますので、何回ゲットできるかがね非常に楽しみでございます。というわけでございます。はい、というわけで今回ね、フェスゲンメンバー3人いますから、今回も奮発しております。スター 56,960 個、非常にね準備しました。今回はこのスターを使って今回のピックアップメンバー全員ぶち抜いていこうと思います。まずはこちらですね、スペシャルセット10回ガチャ、こちらを引いていこうと思います。それでは記念すべき10連目、スタート。さあ、どうでしょうか。最初の10連、まあまあ大丈夫、どういった、もう黄色でも問題ないですね。ああ、来たと思った、今リンコちゃんが来たから。大丈夫、カオル様は言ってたよ、ドリフェスは黄色にして、黄色にあらずって。まあ、最悪ピックアップで松原かのん先輩が当たってもそれだけでもいいんですよ。ハリーク、ハリーク、ハリーク。このままでいいのかな。絶対違う。まあまあまあ、初手でまあリンコちゃん出てきてくれたからいいかな。はい、いや、あそこがな、ピックアップ今回仕事しなさそう。お、来た、ドリフェス、さすがドリフェス、虹が来てくれた。さあ来い、今回のできれば、今回奥さん美咲ちゃん欲しいんで、美咲ちゃんお願いします。まずは美咲ちゃんをゲットして安心したい。まあ誰でもいい、最悪もう新規だったらもう誰でもいい、それが本音。さあ来い、さあ誰だ、お願いします、早く出てきてほしい。俺はずっとリアクションするために声を溜めてる、声を溜めてる。さあ来い、誰だ。あー、ひまり、困ってる時に手伝うのは当たり前だよ。ゲットしてない、聞いたことないと思ったら憧れの自分。イージーカムイージーゴー。いや、黄色か、黄色でもまあ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 全然大丈夫、大丈夫。カノン先輩、もらっちゃった、かわいい。カノン先輩かわいい、なんでこんなにかわいいんだろうな。夢の果実ってどういう果実なんだろう。裸みたいなリンゴ見えるんだけど、リンゴイコール夢の果実だ。なんでもいいけど、カノン先輩かわいいな。かわいかった。あ、カノン先輩もらっちゃった。あー、かわいい。
カノン先輩またリンゴをもらったの。でもやっぱり可愛いね。カノン先輩そのリンゴを持っている姿が可愛くて、ああリンゴになりたい人生だった。じゃあ通常のドリフェスに参ろうと思います。はい、行きますね。スタート。これで40連目。虹、よし、誰だ。美咲、奥沢美咲、ミシェル、叫ばせておくれ。そう、カノン先輩、当日が楽しみだね。かわいい。カノン先輩姫なんてかわいいんだ。桜とカノン先輩がなんでこんなに似合うのか不思議たまらないよ。本当にカノン先輩がかわいくてね。来年も一緒にお花見行こうね。ピックアップさん、よしよし、黄色でもまだまだわからんから。うわ、もう毎回この初手のリンコちゃんのシルエットで俺毎回ドキドキしてるんだよ。さあ来い、誰が来るか。これ爆死か。爆死だったら俺のこのトークはカットになる。だからせめて虹が来てほしい。虹にカットになりたくない。カットにはない。キーロン、ああもう本当に初手でピックアップメンバーが出てくるからね。あのシルエットでさ、消化しておくれカノン先輩。もらっちゃった。僕も君にたくさんの笑顔を今年ももらっちゃったよ。ありがとうねカノン先輩。そろそろ虹。キーロン、この爆死をさせるためですか。カカロン、宝探しができるのね。まあよかった、爆死はなかったわ。黄色じゃん。まさか100連引いてピックアップが1回も出ないなんてことはないでしょ。お姉さん、あーよかった。いいですね。なんでだろう、つぐみちゃんのシルエット見るたびにドキドキする自分がいる。夢でもこんな感じだったかもって思って。来た、柔らかな風、見たけランタソ。まずはランちゃん、はい、柔らかな風よかった。とりあえず一人。ただやっぱフェス限キャラ欲しいね、ここまで来るとね。このランちゃんを使う可能性がないからな。うん、あと20連。さあどうだ。来た、これは誰だろう。奥沢美咲ちゃん、プリーズ。はぐみちゃんと言ったらやっぱりハローハッピー。そしてイブちゃんと言ったらやっぱり親友と言ったら奥沢美咲ちゃん。さよさんと言ったらやっぱりあの奥沢美咲ちゃん。儚い先輩と言ったらやっぱり奥沢美咲ちゃん。リンコちゃん、リンコちゃん、リンコちゃん、リンコちゃん。しゃべりが苦手で、あー違う、気持ちを伝えることができるんだ。また違う。さあ100連目、お願いします。100連目、ロード長かったようで短かった今。さあ頼む、このあひたりさん、あひたりさん、あひたりさん、あひたりさん。あーもう、じゃあさ止まっていくか。やったー、アリサだ。やっとゲットできた。このサーヤマジで。さあ来た、緊急強化合宿市ヶ谷有沙ちゃん。さあどうだ。110連目、黄色。え、全然大丈夫。今回のドリフェスマジ黄色でしか出てないもん、ピックアップキャラか。かわいい、またカノン先輩もらっちゃったな。よし120連目。さあどうだ。あーまた黄色でも大丈夫。俺はもう今黄色でもすごくポジティブだから、絶対黄色でも出てくるという確信を持ってる俺は。さあ誰だ、誰が来る。誰でもいいんだぞ。美咲ちゃん、うん、いい。凛子ちゃん、うん、全然いい。あこ姫、全然いい。さあ来い、カタロン。お花見スペシャル、イエーイ。いや今日もか、もう本当に叫ぶな。どうだ、わからん。まだでもロードがちょっと長かったぞ。あーおい、カノン先輩来て。さらに、あー、アリサ姉。あ、なるほど、みんなにこれ食べてほしいんだけど。衣装のリサ姉ね。はいはい、クッキーをもう一度。今井沙ちゃんスキルも素晴らしい。ミシェル、ま、行くって決めた以上は楽しもう。冬仕様、その冬仕様をドリフェス仕様にしてくれないかい。ミシェル、美咲ちゃん、ドリフェス仕様にしておくれ。いや、また黄色。そろそろ虹が見て。
あーランちゃん、の風、あーランちゃんだ。夢でもこんな感じだったかもって思って、まあ、でも当たったから嬉しいわ。オーケーオーケーオーケー、柔らかな風見たけランタソー、やった虹。さあ誰だ、美咲ちゃん、プリーズ奥さん、美咲ちゃん、ランちゃん。夢でもこんな感じだったかもって思って、めっちゃ通り抜けるやん風が。いやまだあるまだある、これはまだあるぞ。あランちゃん、またやんか。夢でもこんな感じだったかもって思って、さっきも通り過ぎたぞその風。楽しい時間って本当に早く過ぎちゃうんだろう。あっという間だった今の。ランちゃんがマジですごい。開かない。一緒に素晴らしい舞台を作り上げようじゃない。もうだいぶ俺作り上げたと思うんですけどね、カオル先輩どうですかね。主演瀬田カオル、箱姫、今年もいいと思うよ。やった。あー、唐突な箱姫ありがとう。やったー、ようやく見れた。これがドリフェスか、素晴らしい本当に。よしまた来た、あとはリンコちゃんとミサキちゃんだけお願いします。もう最悪どっちかが当たればあとは天井でゲットできるから、天井には行きたくないけど、それでもだいぶ心に余裕が持てる。さあ頼む、リンコちゃんかミサキちゃんお願いします。どちらでもいいです、どちらかでお願いします。物欲センサーさん今だけお休みをお願いします。年末年始だけ物欲センサーさんお願いします、お休みしてください。アランちゃん、夢でもこんな感じだったかもって年中目標やった。カノン先輩もらっちゃった、すげえもらうじゃん本当に。いや来た、またようやく見れたこの虹の連鎖。さあ来い、今度こそ今度こそ奥沢美咲ちゃん、白金凛子ちゃんお願いします。どちらかでいいんです本当に、どちらか、もうわがままは言わないです、どちらかでいいんです、うん、できればどちらも来てほしいけども、うん、どちらかでいいです、お願いしますお願いします、どちらか。あーサイアンパーティーと言ったら絶対星だもん。素晴らしいラストありがとうございました。よし来た。何度目の正直や、これでお願いします、これで。今日の記念日は特別だからさ。なるほど、アニバーサリーの時か。よし大丈夫だ、まだあるまだある。いやもうもたんよ俺の体が。一緒に素晴らしい舞台を作り上げようじゃないか。そうだねカオル先輩、だから頼むカオル先輩、クリスマスの時用にミサキちゃんお願いします。リンコちゃん来てる、いいよこのままリンコちゃんでいい、ずっとリンコちゃん出てきてほしい。サヨさん、サヨコさんと言ったらやっぱりロゼリア、ロゼリアと言ったらリンコちゃん、ともえさん、ともえさんと言ったらアフターグロー、アフターグローと言ったらリンコちゃん、鶴巻心ちゃんの友達、そしたらリンコちゃん、いや、ミサキちゃんの方が良かった。あっこ姫、今年もいい年になるよ。リンゴ、もらっちゃった。よかったね、カノン先輩本当に可愛いな。来い30連、いやわからん、まだ虹でも全然ショックある。まあまだまだ大丈夫、あと20連、あと20連か。来い、わからん、カノン先輩リンゴもらっちゃった。おそらく多分今回でこれで10個目ぐらい、めっちゃもらっとるカノン先輩。リンゴもらっちゃった、めっちゃもらうじゃん。ラスト10連いきます。さあ年末最後のガチャ、一花咲かせよう、お願いします。ラスト10連頼む、北沢はぐみちゃんといったらはぐみー、はぐみに任せて、はぐみちゃんか、ひまわりコーデ、北沢はぐみちゃん、いやまだわからん、2019年最後のガチャ思い切っていきたいんだ。あ危ない、怖っ、来たかと思った。あーあー、なんでだろう、つぐみちゃんが来るとドキドキする、やばいな、噛みそうだ。2020年の目標、それは俺は噛まずにペラペラ喋れるようになること、それを目標にして来年は頑張っていこう。来年こそ噛まずに滑舌よく頑張ってる、感じちゃった。噛まないで、
動画を最後まで見てくれてありがとうございました。もう本当に2019年もずっとバンドリのことを考えていた年でございました。もう本当にね、バンドリというコンテンツは年齢問わず多くの人をね、熱くさせてくれるコンテンツだと思ってます。まあそれを勝手にね、動画にしているという身なのですが、これからも多くの方にバンドリって面白いんだぞって伝えれるように2020年も頑張っていこうと思います。おいじゃあ皆さん、また来年。